はい、仕組みです。男40代の恋愛学、時には反骨精神をということでお話ししていきます。はい、最近ですね、仕事場であった話なんですが、課長ですね、課長といっても自分の課の課長じゃなくて隣の課長なんですかね、ちょっと今までやってた仕事のやり方でこれはダメって言い出したんですね。もっと書類を細かく出さないといけないと。はい、それでなかったら自分が反抗してですね、責任を取れないっていうようなことを言い出したわけなんですね。はい、でもちろん隣の課の課長ね、こっち側にまで、自分のところだけじゃなくてですね、こちらの課の方まで波及してきたんですね、その書類に関係して。で、いや、そんなことはできないんだっていうことで、うちの課の方は返事してですね、ちょっと業務が滞ることになったと。そういうな出来事があったんですね。はい、で、ここで思ってるのはですね、うちの課の方の人で、ものは多くはですね、いや、おかしいと、隣の課の課長の言ってることは。はい、そういうようなことをよく言って、だからちょっと考え直すべきだとかですね、そういうふうに思ってるわけです。はい、で、隣の課の人はどうかというと、もちろんそれは思ってるんですけども、言うこと聞いて。ですね、今回、その滞った業務ながらもお願いされまして、ある程度お願いされた形で、ちょっと進めたっていう感じになったわけなんですね。はい、で、この時に私が思ったのは、ちょっと他の人全然言わなかったんですけども、それは隣の課の課長が言ってることを、無視して、書類抜きで進めちゃえばいいじゃないかっていうのが思ったことなんですね。はい、課長ってちょっと離れた場所にいるんでですね、別に無視してやってもおそらくバレない、はい、というふうに思われるわけなんですね。そしたら黙っときゃ別に済むじゃないかと。で、業務は進んで、めでたしめでたしになるというふうに、ね、私は思うんですけども、誰もそんなふうにやろうとはしないんですね。はい、で、その生真面目にその隣の課長の言ったことを、なんとかですね、形だけでもやろうとしていると。はい、っていうことで、私的にはすごく疑問なわけなんですね。はい、特にその課長の下、次の位の係長の人が、そういうふうにも決断すれば終わるかと思うんですよ。課長はああいうふうに言ってるけど、ここは前までのやり方でやろうと、黙っておけばいいと。はい、で、叱られるときは俺が叱られるって言えば、それで滞りなくいくのかなと思ってですね、隣のことだからっていうわけじゃないんですけども、私ならそういうふうに言うなっていうふうに思ってみたわけなんですね。はい。で、これがその恋愛学といいますかね、とどう絡むかっていう話なんですが、はい。ですね。これ言いたいところはですね、上司の言うことを守ると。これは勤め人はもちろんそういう姿勢が必要なんですがね。時にはそんな風にもう破る。破るっていうのも堂々と破ってそこで反論するっていうね、いうわけじゃないですよ。それはちょっとね、小説とかドラマの世界だったらかっこいいんですが、現実的にはそうやると、それはそれでまた、良くないというか、業務がまた止まっちゃったりするんでですね、あんまりそれは大人のやり方だと思わないんですよね。で、こっそりというか、やっちゃえば一番いいんですよ。はい。で、そういうことを、なんていうか、時にはこの、逆らって、従わないとかですね、っていうようなことをやるというのがですね、これが女性受けが良かったりするわけなんですよ。どう言いますかね、いざという時にはルールを破ってでも行動する人なんだ。だ、そこにね、女性は強さを感じてくれるんですよ。強さを感じるってことは、そこに男らしさを持って、どう言いますかね、こうキュンとすると言ったらいいかですね、ドキッとすると言ったらいいか、そういうものを感じる時があると。だから、その機会があればそういうのを見せればいいんですよ。はい、
まあ、正しと言いますか、その機会っていうのをしょっちゅうやったらダメなんですよ。この人はルールを守らない人だとかですね、はい、社会の慣習を感じない人だって言うと、まあ、強い人じゃなくて危険な人になっちゃいますからね。もういつか警察に捕まっちゃうんじゃないかなんて思われると、それはそれでもすごいマイナスですからね。よほど危険な匂いの男が好きな女性は別にして、一般的な常識的な女性はそれはまあそれで引いちゃいますよね、はい、っていうようなことなんで、程度問題なんですけども、まあ、時にはね、ちっちゃな反抗といいますか、ちっちゃな反骨っていうのをやってみせると、いざという時はこれは慣習もルールも破るっていうこともやるんだよと、できるんだよと、っていうその行動力を見せてやるっていうのがですね、これがその女性に見直されるというか、強さを見せて男らしさだ見せるということにつながると、そんなこともあるんですよっていうようなことを今回はお伝えしたかったわけです。はい、男40代の恋愛学、時には反骨精神をということでお話ししました。この話が良かったとかですね、参考になったというふうに思っていただければ、高評価、チャンネル登録というのをお願いできれば幸いです。仕組みでした。ありがとうございました。